あ、これめっちゃええやん。音質も良さそうやし、デザイン最高やし。よし、これにしよう。よし。あ、届くのが待ちきれんな。ボス、いつもやすよ。ちょっと待って、人だつの強すぎだろ。これでやめろで、ガムで回して、ガムで出すのじゃ。ちょっと届いた、届いた。開けるか、よいしょ。これどうなってんねん、全然戻ったんちゃうやん。いやもうおかしいって、もうもうやっぱり詐欺といえばネットやな。電子の取引とか詐欺し放題だよな。使用者ってアホやな。さすがっすね、ボス。降臨。お主、詐欺に引っかかって困ってるようじゃな。おお、え、お前誰？お前とは何だ。もっとわしが敬いますか。わしは君たちに詐欺について教えに来た博士だ。そんなに疑うなら証明してみせるぞ。早速詐欺について説明しよう。詐欺の実態についてじゃが、世界的に見ても異常なことに、その被害件数は年々増加しているのじゃ。でも俺は今まで何の問題もなくネットしてきたし、今回のネットショッピングでも商品のビジュアルには何も問題なかったんだ。それこそが大きな要因じゃ。良いか悪かも、確かに詐欺をして一番悪いのはその業者じゃが、騙される方にもその責任はある。でも単にネットを使うだけじゃ詐欺の知識なんてつかないし、どうすればそんなことを学ぶことができるんだ。安心せい若造よ。お主が一人前になるようこんなソフトを作ってみたぞ。こんな感じで主に4つのプロセスから学習するウェブサイトを作ってみたぞ。その時間でも少しずつ反復することで現在の詐欺の実態に沿ったパターンを学ぶことができるぞ。どうした大青年。あなたは君を守る警察だよ。実は詐欺に引っかかって。犯人特徴教えてもらえるかな。犯人は、あいつです。まっ、あ、そめ尊敬しますそうだろう。なんだ、最近進化がつくつだろう。あざやです、新しいボス。なんだお前の。待て、待ちなさい青年。青年、こいつで間違いないか。こいつです。こんな見てなかったのに。詐欺罪で現行犯逮捕する。みんなも詐欺には気をつけよう。